どうも、初めて、ハノーです。どうも、初めて、ハノーです。始まったんすか？撮ってる。そうだね。あ、今日は素でいいってことですか？素でいいです。だから、人のチャンネル、俺に知らん時があるっていう。で、どうも、初めて、ハノーです。はい、どうも、北のショベルト。ありがとうございます。もう、猫ガタ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 。すごいな。ということで、今回は、北の宇宙人たちとのコラボです。イエーイ。まあ、北宇宙といえば、何ですか？よく言われるのはやっぱ、顔貯金とか、最近はしば、一週間生活だったりとか、のよりそう思う。全然分かってないです。うっせぇじゃん。あいつ、初対面なんでいけるっけ？そもそも。ということで、まあ、北内といえば、江口。いやーい、それはちょっと。そのイメージ今結構消してるんですけどね。江口は別にエロくないよなって。まあ、確かに。すいません。あ、もう、何か情報しますということで、今回は第1回官能小説空欄クイズ。エロの世界っていうのは非常に広くてですね、チンコ一つとってもいろんな表現がある。そういうの好きですね。それを収録した本が、まあ、か官能小説なんたら単語集みたいな。そんな夢のような。チンコって表現だけでマジですごい何千何万という表現がある。いや、マジでそうそう。いや、めっちゃ見てますけど。めっちゃいいじゃん。なんて書いてある？例えば。例えば。オノマトペっていう。あ、オノマトペね。オノマトペね。普通ですね。ズルズルズルルっていう。というわけで、今回はいろんなその表現が入ってあるんですけども、例えば白っぽい蜜っていう単語があったとして、ノイリンが例えば白っぽいっていうのだけ言って、その下の蜜の句、蜜を空欄にしてそこだけ当てるとか。あ、なるほど。それを当てるっていう性的なそういう描写を美しく表現していく。まあそうです。俺ですら。ということで早速やっていきましょう。メイクの小説。いや、一問目お願いします。じゃあ行きます。灼熱の〇〇。じゃあ灼熱。男性器で。男性器。ああ、灼熱ね。灼熱の。灼熱の〇〇〇ですね。三文字。三文字。はい。あ、できました。灼熱の物干し竿。ああ。やられたんだお前。灼熱がどう。違います。あります。灼熱の富士山。おお。なるほど。確かに。灼熱のマンニー。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 マンニーは、あの、台風19号ぐらいの名前なの、これ。ああ。だから別にエロくないからね。ああ、確かに。で、ヒントは、北内がヒント。あ、え、わかった。え、ちょっと待って、ちょっと待って。灼熱の宗谷岬。ありえへんこと。ありえへんこと。ああ、なるほど。最後の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 。ピアニカのこの口つけるとこ。ピアニカにおいてその液体みたいなやつ何って感じ。だからさ、普段よくさ、ベーって出てくるやつ。一回フーって出しますもん。え、でもあれちょっとエロくない？確かに確かに。違います。はい。今のやべえな。え、でもなんか、じゃあどういう動作かやって。どういう動作？任意操作、任意操作です、これ。任意です。あ、あ、そっちだ。あ、いや、ふすま。いや、あ、これは。そういうことか。え、何今の、何今の。え、多分だから、まだか、多分さ、まあ、ちょっと、多分間違ってんねんけど。灼熱の侵入中みたいな。そういうこと。そういうことですよね、多分。え、そっち系だよ。おいし、おいし、めっちゃ。めっちゃおいしい。マジか。めっちゃおいしい。あ、わかった、わかった、わかった。灼熱の侵入壁。違う。侵入者。正解。ああ。え、じゃあさ、そういうことね。でもさ、そういうことね。だからこうじゃない。こうっすよ。ああ。え、ちょっと待って。でもさ、めっちゃ神秘的。いや、とりあえず。でも、しっかり前提やの。確かに。それオッケーなんですよ。
いやー美しい、これ全然いやおもろい、全然エロくない。あ、でもあ、それでエロシーンをなんていうの出版できるようにするのよ、ちゃんと、うん、あ、そう、あ、なるほど、ね、だから俺たちもそういう風な表現できればいいんです。でも北内コラボでさっきの侵入者出したもん正解や、確かに間違いなく正解、リスペクト、間違いなく正解、すごい素晴らしい、いいの、はい、いきます、はいはい、え、なんか次あれで行為、行為系行こう、あ、行為系、なんか絶頂表現、あ、海、絶頂表現行こう、はい、いきます、はい、なんとかなんとかで、体を硬直させ何して、何とかして、体を硬直させトカチ平野で野外プレイしてもういっちゃった、何も美しくもない、野外プレイだって絶対使わないっすよ、何も美しくない、はい、物干し竿の要領で体を硬直させ言われますねでもなんか、引用している文章の小説のタイトルはメガネコパラダイスって書いてある、あー、メガネコパラダイスなんだ、はい、次一回真面目に、魂が抜けたように体を硬直させ、あ、でもそれこういう系だ、あ、それも、あ、形容パターン、形容パターンあるな、小説やから、おちんちんのように体を硬直させもう言うてもてる北海道どこなんですか、北海道よりちんちんついてるから、北海道のちんちんって、確かにエロいことを考えすぎてみんな離れてってる気がします。あー、なるほどね、地獄さん、はいはいはい、どうぞ、塩が引いて体を硬直させ、違います、あー、うまいね、でも塩が引いて青函トンネルの中でシッククスできません、でも青函ともかかってる、あー、確かに、うまい、うまい、はい、ビターンビターンからの体を硬直させるそれが、なんで北海道やなんか生きのいい魚みたいな、あー、俺たちが、あ、そっちか、これビクンビクンみたいなのあるやん、ね、操作的に、大ヒントは海産物です、あ、海産物、マグロは惜しいんやな、あー、クジラ、クジラとかありそう、ウニなら 1000P できる説企画だっすよ、いや、全部万有への企画提供、万有への企画、もうエロチャンネルアメンボ、最初の一文字言ってよ、じゃあちょっと、え、え、エビ、え、エビ、はい、はっ、エビ、あー、エビ反りして、あー、うわ、エロいやん、めっちゃ、おい、めっちゃエロいやん、おい、その発想なかった、いや、その小説家はちょっとあんまりいけてない、あー、それだって自分らが当てれんから、最後ぐらい行きますか、じゃあ最後、最後、最後、おもろっ、喘ぎ声ちょっと行きたい、喘ぎ声、喘ぎ声じゃなんか、キャヒ、キャオーみたいな正解ってから言われてもむずすぎ、何でもありやからピカチュウの講習の声って、一応文ちゃんてかピカチュウサンダーの交尾めっちゃ痛いです、はい、行こう、いいですか、最初の文字はも、あ、も、あ、もう、もう、そっからスタートする、はい、あ、書くのこれ、オノマトペとかではないです、もうダメ、違います、まあ、一旦言っとくべきだよ、あれね、もきゅう、きこここそいや、それ、いや、それが、それが、それは、焦りたいです、え、これの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 、いや、俺ちょっと見たことあるけど、結構こういうの多いから、な、はい、え、ありますね、こういうのや、いや、でも、でも、そういうのではない、ちゃんと、ちゃんと答えれそうなやつ、あー、違いました、盛り上がってきましたね、それは、盛り上がってきましたね、え、盛り上がってきました、まあ、北海道ね、北海道、北海道はちょっと違いますね、あー、ぜひもたもたせんと、はよ行ってよそっちパターンもあるかな、そっちパターンもあるかな、確かに愛の感じはどんな感じなんですか、それは結構ちゃんと愛なの、一応冷めたパターンもやった、何ていうぐらいが、ちゃんと愛です、ちゃんと愛、それ言ってるようにやらなかった、文字目いきますか、え、うじゃないの、ちっちゃいつです、あ、あ、もう一回、も、も、も、喘ぎながら言ってる感じ、あー、え、だめっちゃ普通ですか、もう一回遊べるぞこれに対しなんすよ、それ言ったらマジでどう、それもっと角取り、はい、もう突きすぎ、やりすぎ、もうちょい右かな、右かな、もうちょもうちょっかな
あらあら、そういうことは入る前の話ってこと。正解は、もうちょっと右、いやん、違う。わかるか、わかるか。でも右当てたのすごい。確かに、確かに右当てたのすごい。